はい、始まりましたコネク TV、コインポストの中津です。本日はですね、オントロジーの動画をお届けさせていただきます。本日は、特別講師としてオントロジー日本エコシステム開発リーダーの、片山さんを、お呼びしております。本日は片山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ本日はどういった内容でしょう。はい、本日はオントロジーをまだ知らないという方に向けて、オントロジーの全体像について動画でお届けしたいと思います。です。じゃあ片山さん、早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日講師を務めさせていただきます、オントロジー日本エコシステム開発リーダーの片山です。よろしくお願いします。私は2020年1月よりオントロジーの日本担当として、オントロジーの日本でのエコシステムや事業の拡大の活動をしております。本日はオントロジーの全体像について説明させていただきます。よろしくお願いします。本日はこの目次の内容についてお話したいと思います。まずオントロジーは2017年にローンチしたブロックチェーンプロジェクトです。分散型アイデンティティと分散型データ管理に着目しています。オントロジーは2つのトークンを持っており、1つはネットワークで利用される ONT、 もう1つはガス代として利用される ONG です。オントロジーは世界中にコミュニティが分散しており、20以上の言語のコミュニティが日々活動しています。オントロジーのチームも世界中に散らばっており、主なところではアメリカ、ヨーロッパ、日本、そして上海にも技術拠点があります。それではオントロジーのメインのプロトコルとなる OntID と DDXF について紹介のビデオを流したいと思います。ではどうぞ。インターネットアプリは至る所で利用されています。アプリ上で共有、交流、買い物をすることができます。しかし大きな問題はデータです。大量のデータは中央管理者の下で一元管理されており、それが活用されているかどうかも私たちは知りません。これまで私たちはこの課題の改善に尽くしてきました。オントロジープラットフォーム上には多くの分散型アプリが構築されています。従来のアプリと比較してとても信用できるものです。ここでは誰もがデータの制作者であり、同時にデータの管理者でもあります。私たちは OntID と DDXF を利用してオントロジー信用フレームワークを構築します。インターネットアカウントを利用する全ユーザーが OntID を作成して利用することができます。それによりユーザーが自身のデータの管理者となります。 DDXF により情報はブロックチェーン上に記録され配布されます。この業界における代替可能トークンの取引では対応できるビジネスシナリオが限られるのと比べ、私たちの DDXF はデータの非代替可能性に基づいたトークン化に焦点を当てています。資産の取引や交換方法は情報流通を促進します。そしてその循環及び所有者認証の追跡を可能にします。この方法により考えうる全てのビジネスシナリオはデータ特徴量に抽象化でき、価値を生み出します。そしてやがては使用され共有されていきます。オントロジーはオールウィンなグローバルエコシステムを作ります。そしてブロックチェーン界と実社会の橋渡しになります。今ビデオで紹介されていた2つのプロトコル、 OntID と DDXF、 これは従来の中央集権型モデルの限界とリスク、これを解決するものです。それでは今のモデルにどのような問題点があるかをご紹介します。はい、まず中央集権型のデジタルアイデンティティ、これは例にすると例えばソーシャルネットワーキングサービス SNS が挙げられます。今いろいろな SNS を皆さんご利用かと思いますけれども、サービスごとにアカウントを作らないといけない、そして一つのアカウントを他のサービスに使い回すことができない、こういった問題点があります。またアカウントの情報は全てサービス側が持っており、情報漏洩のリスク、これを利用者がコントロールすることができません。次に中央集権型のデータ管理のリスクですが、これは企業側がユーザーからデータの所有権とプライバシーを守りながらデータを収集することが困難です。例えばあるサービスの KYC をするときに、ユーザーから得られた運転免許証やその他の情報、これを管理するのは企業側の責任になります。なのでデータ漏洩が起きたとき、これは企業が全て責任を負うことになります。例えばこういった問題点があります。これを解決するのが先ほど動画でも紹介があった OntID と DDXF です。まずオントロジー独自の分散型アイデンティティ、 OntID についてご紹介します。これはプライバシーが保護された自己主権型のデータや個人情報の管理ができるもので、個人個人が自分の個人情報を主権的に管理することができます。これによってユーザーは異なるサービスでも自分の OntID 一つで
サービスにログインすることができ、またそこでサービス側に渡す個人情報やその他の情報、これをすべて自分で管理することができます。そしてオントロジー独自の分散型データ管理 DDXF、 こちらも企業側がデータの所有権やプライバシーを尊重しながら守りながらデータを収集し利用することができるようになります。これらのプロトコルによりデータの所有者、そしてデータの利用者、どちらもが安心してデータを活用できる、そんな社会が可能となります。オントロジーのサービスはいろいろなプロジェクトと積極的にコラボレーションしています。こちらに表示されているのは一例です。はい。そしてオントロジーはデジタルアイデンティティ、デジタル資産、その他の情報を一元管理できるプラットフォーム、オントを提供しています。こちらはモバイルアプリと PC のアプリがあります。2021年6月11日現在、このオントは14種類のブロックチェーンに対応しており、あらゆる人があらゆる資産、あらゆる情報、あらゆるアイデンティティを一括管理できるようになっています。オントロジーはこれまで技術的な開発にとどまらず、エコシステムの拡大についても力を入れてきました。表示されているのはオントロジーのトークンが上場されている取引所の一例です。また自動車関連、データ市場、データのアテステーション、そしてディファイ、こういったユースケースがあります。本日はこの中から自動車関連ソリューションのユースケースについてご紹介します。 Trust is built over time. Ontology is redefining trust through innovative technology. Hello everyone, today I'd like to show my car to you. ONT ID recognized. Smart lock enabled. The vehicle records the driver's history and current environment data.Decentralized connection storage helps the vehicle owner to generate benefits. Hi Lisa, how are you? Hi Daphne, do you want to watch the musical play Elvis this evening? Yeah, I'll get the tickets for us, and you get the food. No problem. Bye bye.Buy two tickets for the musical play Elvis this evening with ONT. Forward the ticket to Lisa. Oops! I almost had an accident! Hi guys! My car is available right now.The app allows vehicle sharing and accepts requests for the vehicle automatically. Alex has a high ONT score. I'm okay to lease my car to him. It's time for the musical play.The insurance claim is settled through a smart contract, and repair recommendations are shared with the vehicle owner. Hello. The part for your right front headlight will arrive at the store in 2 days.Your vehicle can be repaired then. Thank you. Analyze the traffic flow using blockchain and watch the traffic lights change according to the frequency of jam signals uploaded from the vehicle. Initiate a giveaway request. Through smart contracts,Road permits may be traded and granted to a vehicle with a higher road priority. For vehicles utilizing Ontology, the digital ID and recorded data of the driver and the vehicle is unchangeable and remains under the independent management of the user. Trust is built over time. Ontology is redefining trust through innovative technology.Ontology. 今の動画では ONTID の自動車の関連ソリューションをご紹介しました。
このようにして生活のあらゆるシーンに自分の Onto ID という一つの ID を使ってログインし、さまざまなことが可能になる、そんな便利な世の中を作っていきます。で、実際に2020年9月に自動車大手のダイムラーモビリティという会社と提携し、スマートカーのソリューションを開発中です。 Ontology は日本の市場にも本格的に参入し、エコシステムの拡大を図っています。2021年6月には文部科学省にも認定を受けている在庫という在庫管理サービスと提携し、Ontology はデータの改ざん防止のソリューションを提供していきます。こちらをはじめとして今後もさまざまな日本の企業との協業を深めて、どんどんユースケースを拡大していきます。この動画で少しでもOntologyに興味を持っていただけた方は、ぜひOntologyの日本のコミュニティに参加して最新情報をチェックしてください。本日の動画はこちらで終了です。ありがとうございました。はい、片山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、いかがでしたでしょうか。本日はOntologyについての動画をお届けさせていただきました。今後もですね、アルトコイン最前線の動画ではこのようにアルトコイン特化した動画を、お届けさせていただきます。はい、動画が良かったと思った方はいいね、そしてチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。片山さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。